よりとよただいま参りまして。まずは改めて、事務所の皆で迎えた祝いの日、おめでとうございます。事務所の装いも、記念日らしく、華やかですね。 それぞれのしなみこもる思い、積み重ねた年月の重みを感じます。年月を経た道具には、命が宿るとも言いましょう。耳を澄ませば、皆の喜ぶ声が、 聞こえてきそうでして、わたくしの喜びも、そなたに伝えたく。このお土産、祝いの赤飯に込めましたゆえ、遠慮せず、召し上がれ。今日は、大事な記念のライブ。 永気を養い、万全の心構えにて、みなみなの声援を受け止めましょう。想いを一つに、笑顔に満ち満ちた会場を、馬車でくるりと一巡り、 素晴らしき旅を堪能しまして、ありがたきこと。かつては、祭りでの大役を与えられ、人々のため、祈り、舞うこともありましたゆえ、その景色と、重ねておりました。カンとしての吉野と、 アイドルとしてのヨシノ似通ったところもあり、異なるところもあり、<laughs> 考え深きものです。それでも、ただ確かなことは、そなたが、 私に見出した光が、今も昔も変わらずに、ここにあるということ。そなたとの出会いで見つけたものは、今や、私の魂に、等しきものでして。故に、決して、 話してはなりませぬよ。